どうもチャメンチャンネルの伊藤です。今日もペナントレース OB 企画やっていきたいと思います。今日は日アムの3回戦、お相手はリクト君ですね。よろしくお願いします。はい、リクト君の先発はバーヘイゲン、そして私の先発は宇都宮さんですね。世界ランク1位バケモンかよ。そしてリボンがえげつない。リクト君の紹介をさせていただきたいと思います。17歳の高校3年生、最高打率は7割6分4厘の最高回数は9王、所持リボンが9ということなんですけども、まあ、リボンが9っていうのはね、多分始めた歴の問題であって、見ました先ほどの日ハムの赤リボンに加え、なんとね、前回、先月かな行われた、セリーグ杯パリーグ杯の、あそこでですね、初代のパリーグ王者に輝かれまして、あれ赤色のアイコンで1位の人しか持ってないんですけど、リクト君は、1位になってね、しかもまあランクもかなりね、達人だったかな、今言ってるので世界ランク1位ですよ。やばくないですか。あのね、先日のアップデート、5月25日のアップデートで世界ランクがね実装されまして、そこで、自分もなんか1906位というね、なんかね、あの自分にしては高いみたいな順位をいただいたんですけども、1位やばくないですか。化け物でしょ。1位だったら何があるんだろうってちょっと気になりますけどね。まあでもね、あまりやっぱり大谷さんも言ってました、憧れるのはやめましょうと。噛みましたから、今日ばかりは。いやー、抜ける、うまい。今日ばかりはね、憧れるのをやめて超えましょう。サファール、かなりね超高速ボディな可能性があります。6月1日からオールスター杯来るので、ね、そこでどうすか。さあ、あと必殺のここ中途半端フォーク、うまい。まあまあまあ、正直5点ぐらいは覚悟してますよ。翔さん、オッケー。さあ1点なんてもう上出来でしょ。さあバーヘーゲンね、打てるかどうか。まず何が投げれるんですかあなたは、というとこからスタートですね。ただ日ハム純正の超高速ね、大会ではバーヘーゲンさんはかなり常連ピッチャーになるので、スラッター、うまい。もう6点取ったら勝ちですからね。どうすか、パーラ、超えない。まず同点いこう。どうすか、オッケー、ビッグカメラ。かなり吉村さん上向いてますね。タイピンチ出ました。いやじゃあファールか。いや、素晴らしいバッティングですね。オーケー、ナイスボール、ナイス線。いや、今のボールか、やっぱり。いやー、ボール球ヒット、いや抜けないか。いやー、ナイス線、ナイス守備ですね。まず同点いこう。ナイスボール、いやー、打てないよ逆に。なんだその球は。さあ、リクト君が日ハム純正を始めた理由は球団が好きだったからということで、まあ分かりますよ。自分もね、日ハムはパ・リーグの中では一番好きですね。いや、新庄野球花開いてほしいな。ハルキ、こういうね、せっかく1点に抑えられた回をゼロに終えてしまうと、モサは打ち出すので、なんとか。マジか、うえー、オッケー、危ない。マジ危ない。いや、抜けるか。さあ、2点目取られてしまいました。そして好きな選手は中島拓也選手ということで、
まあ、新庄野球でねちょっとあまり中島拓也選手の活躍をねちょっと目にしないんで、なんとかねあの昔の輝きを取り戻してほしいなと思います。まあ、ショートはね水野選手であったりとかね上川畑選手かなり台頭してきてるので、マジ OK。 中島拓也選手もねちょっと厳しいねことになってますけども、今トップに帰って浅間ジャイアンツ、この回1点を失っています。さあ2点を離され OK、 ツアウト。オッケー、ナイス。2点なら全然あるから、あるカウントだ。秋吉さん来ました。さあ、そして陸斗君がの趣味はですね YouTube で野球のプレーを漁ることということで、高校野球ねやってるはずなんですよ確か。実際ねあの今夏の大会に向けて多分練習やってる最中だと思うので、まあすごい向上心ですね。まあ、自分の時あんまりその YouTube で野球を見るっていう文化がなかったので。いやマジか、よーしよく見た、あるよ、いいねナイスバッティング。さあそして左中間、さあ同点のチャンス来ましたね。さあ宮西さんが出てきそうですがどうでしょうか。有原さん中継ぎできるんだ。いやー惜しい。 OK、 まずは1点、もう1点取ってねまずちょっと同点いきたいですが、西さんここ代打いきましょう。さあ江藤さん、うわちょっと代打いきましょうか、もう一丁。はい、来ました皆さんおなじみの僕国母、反対から読んでも僕国母。よっしゃ、素晴らしいバッティング。さあ逆転、普通によっしゃって言いましたね今。はいはいはい、もうこれは抑えて勝ちですよ。宇都宮さんちょっと真ん中スクリューもうちょっと行ってみようかな、割と刺さってる方であると思うから。試合は最終回まで来ました。日本ハムファイターズ打順よくこの回はグリーンダッシュから来ております。大谷がバッターボックスに入ります。いやーリード一瞬やん、こんなつかの間のリードなことある。いやまずいですね、どんな方向に跳ねる。変えましょうか。ただビエイラとか出したところで多分もう慣れてるんですよね。不意な桜井、これはもう長径ですよ。ナイスボール、絶対対戦したことないでしょ。どうすか、刺して、え、リクエストリクエスト、まあ1点取られても仕方ないのでここはちょっと引っ張り警戒。うえー甘い、それは甘いですね。さあセカンド刺して、やっぱしっかりと逆転してきますね、恐ろしい。これが初球、OK。 さあツアウト、全然ここで切れればまだ分かんないよ。オーケー、さあ最終回いきましょう、かなりいい打順。おっしゃノースリー、さあ何が来る、ピッチャー交代。さあそしてリクト君の、好きなか、アーティストレオナさん、ちょっとレオナさん存じ上げないんですが皆さん知ってますか。
よっしゃー。自分がしてるレオナはね、あの K1 の、王者のねレオナペタスさんしか知りません。いや延長いったら多分負ける。これもうここで打つしかない。うわーうまい。うわ全然見逃してもいい球じゃなかった。いやーうまい。ガッツ決めるしかないぞ。延長いったら負けるぞマジで。いや素晴らしい。はぁ、あ、いやバントうまいんだよな。なんかちょっとマジ危ない。欲しきナイス。さあピッチャー変えましょう。もうこれは文句ないピッチャーですからね。さあ引っ張り警戒ということで流しをかなり狙ってきますね。いや立つ立つ惜しい。さあ面で行きました。オーケーオーケー2アウト。いやー世界ランク1位や。あそこのスプリット完璧に持ってかれるのはちょっと、うわーまずい。 OK ラッキーですね。まだ全然諦める点差じゃないですからね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ完全に三塁線狙ってきてますね。ただいいんですよ、それで打ち損じてくれることを狙ってますから。よし OK。 さあ4点差、諦めないよまだ。まだ宮西さんが残ってるはずなんだよな。井口さんオタクは何が投げられるの。スプリットって立てすらしかないけど。どう、いやメンディ代打いない。オーケー。さあホームランで同点のチャンス。いや悪くないよ。うわーなんだあの変化量。パッツ頼む。さあ宮西さん来ました、満を持して。どうですか。いやーマジか、悪くないんだけどな。うわーめっちゃ曲がる。ありがとうございました。強い。はい、ということでリクト君との日ハム、3回戦はですね8対4、まあでも死闘の末ね、敗れてしまいました。さすがね世界ランク1位ということでね、連勝が3で止まってしまったんですけども、次からもまたちょっと切り替えて頑張っていきたいと思います。本当にねご協力ありがとうございました。次のオールスター杯でもねぜひ1位取ってください。じゃあここで終わりたいと思います。ありがとうございました。